はい、皆さんこんばんは。2021年10月27日、163日目、ビットコインチャート分析21時。今日はビットコイン大きく下げております。昨夜の動画でここを抜けたら注意してくださいと言っておりました。まさに下落の予想通りな動きとなっております。ショートできた方はおめでとうございます。今現在フィボナッチの緑色のラインで5万9000ドルあたりで意識されておりますので、ここでしっかりとサポートできれば再び上昇していくと思っておりますが、ここ下抜けしますともう一段下げてくる可能性ありますので注意していきましょう。あまり考えたくもないですけど、ここ下げてしまいますと5万2000ドルあたりまで下げてくる可能性あります。 MACD も高い位置からダウントレンドとなっておりますので、非常に厳しい状況となっています。アレサイも同じく 80% あたりから買われすぎからの下落となっております。4時間足で見ていきますと、史上最高値叩いてから一旦下落しまして、ダブルボトムつけてから上昇となっておりましたが、再び史上最高値試してこれずに下落となっておりますので、高値切り下げのダウントレンドとなっております。1時間足と同じ状況となっておりますが、このフィボナッチの5万9000ドル8000ドルあたりが非常に意識されておりますので、ここでしっかりと反発できれば再び史上最高値も狙っていけると思っております。4時間足の MACD でも高い位置からダウントレンドとなっておりますが、底打ちして上昇となりましたが、再びダウントレンドとなってまだ下げそうなチャートとなっております。4時間足 RSI で見ていくと、今現在 30% あたりまで下げきてきておりますので、そろそろ反発してきてもおかしくないような形には見えてます。最後に日足で見ていきますと、底を打ちしてから一旦下落して調整、再び今現在調整幅となっておりますので、ここでしっかり調整して史上最高値の更新をしてほしいと思っております。 MACD では安値切り上げの上昇トレンドとなっておりますので、今現在下げておりますが、この上昇トレンド内に入ってこればまだまだ上目線でいいと思っております。 RSI はやはり 70% が買われすぎラインとなっておりますので、今現在50数パーなので、もう少し下げてからの上昇がセオリー通りと思っております。最後に今後の戦略です。前回の高値からの下落幅と同じ位置でトレンドを引いてみました。そうすると今現在のこの価格帯から5万4000ドルあたりまでは下げ込んでくる可能性はあるので、前回の下落通りであれば5万4000ドルあたりまでは下げ込んでくると思っております。ショートを狙っていくのであれば、フィボナッチのライン5万8000ドル抜けたあたりから5万4000ドル5万2000ドルまでショートを取っていくのもいいと思っております。逆に上げてくるのであれば、やっぱり6万4000ドル抜けるまでは厳しいと思っておりますので、6万4000ドル抜ければ6万7000ドルまでロング取っていきましょう。今は売り優勢の相場で非常に厳しいと思っておりますが、ここでしっかり踏ん張って次の史上最高値狙っていきましょう。東証エイジ資金自己責任で頑張っていきましょう。ではまた明日、バイバイ。